ありがとうございます。中井宏です。岩村先生とはつい最近まで全然ちょっと面識がなくて、でこの前、金子さんの企画で一緒にここでやらせていただくということになったので、打ち合わせをさせていただいて、その後ギャラリー16で作品を拝見させてもらいました。それがすごく、初めての、出会いで、そういう感じです。はい。はい、岩村慎一と言います。よろしくお願いします。本当に今日はいい天気になったのに、こんなところへ 座らねばならなくなった皆様方にご同情申し上げます。今中井さんからもそういう説明があったんですが、私もこの企画が立ち上がるまでは全然作品は見たことがあったかな、けどもお名前は存じ上げませんでした。それで、その時にいろいろこう説明の画集とかいろんなものを金子さんから見せてもらったんですけども、わあ、すげえかっこええなと思ってね、こんな絵が可能なんやと思って非常に驚いたのを覚えてます。自分自身は長いことを絵は描いてきたんですけど、なんとなく今困ってます。だから今日のお話できる内容っていうのは多分困っているという話ばっかりになるんじゃないかと思いますが、なんとか許してください。若い時は何か分かったような気がした時期があったんですけども、今の年になって、続けられてるのは幸いなんですけども、本当に分かってたはずのものが全部なんかもう消えてしまってる。それでもなんかこうつかまねばならんみたいな状況になってるのかな。ただし絵を描くのはとても楽しい、とても大好きです。22歳ぐらいから絵を描き始めたんですけど、ずっとそれから今まで描き続けて、で発表もたくさんたくさんしてきました。そういう意味では、今回初めてというべき二人展、実は若い時に二人展を一度やったことあるんですけど、それ以来です。それを引き受けたっていうのも中井さんの作品の面白さっていうのか、驚きがそうさせてるんだと思います。おかげで僕はアップアップです。ということで最初の導入にさせていただきます。アーティストトークをやろうっていうような話が出た時は、またまた何の話やそれはと思ってたんですけども、企画の段階で何度かこうお話ししてるうちに、中井さんと話をしたい、この人が何考えてるんやろう、この人の絵のさまざまな部分について聞いてみたいと私は思いました。だから彼と話をすることが今日の目的です。私が皆さんにお伝えすることっていうのはあまりないと思います。どちらかというと彼から何が引き出せるのかっていうのが今日の僕のテーマのような気がしています。そういう意味ではちょっと座談会風になってしまうかもしれませんけども、ぜひその形式の中にお付き合いいただけたらありがたいと思います。金子さんが今回のタイトルをつけてくださったんです。で、筋とたまりっていう、なんかちょっと変なタイトルなんですけど、皆さんその DM のところにテキストが載ってますけどね。そうですか。それも金子さんが書いてくださったものなんです。で、そのなんか最後のくだりに2人の絵画っていうのは否認であるっていうふうに書いてます。で、否認っていうのは何かをこう、何て言うのかな、何かを認めないっていうことだと思うんですね。
何を認めないっていうことかっていうのがすごくこうその人の、 あの政策の中で大きなファクターになってくるんだと思います。私はこれがやりたいっていうことっていうのは意外とそれはかつて誰かがやりたかったことっていうのと勘違いしている場合っていうのは結構あって、でもそのこれがやりたいじゃなくてこれはダメだ、そういうあたりのことっていうのはすごく自分の作品を自分の本当の大切なところに近づけてくれるのかなというふうに思っています。でそのあたり の、 岩村さんは、無理に振りますけど何を否認されているのかなっていうのをなんかまず伺いたかったのでよろしくお願いします。うん、そうやね、以前はたくさんのものを否認というか、はい、否定に近い形で自分の表現の中にそれでも取り入れてるんやね、うん、否定しても何らかの形で取り入れてる、そういう選択と判断をしてきたと思っていますが、最近ちょっと自分の立ち位置が変わってきたのかなと思ってて、以前はこれはダメだ、それからこういうふうにはいかない、それからこの選択はなしって思ってた部分、それはまあ否定に近いんですけど、それから自分はそれはせんとこう、今ちょっとこれは否認に近いのかな、うん、そういうような形で、関わりをつけてたものに最近はつい手を出してしまってる自分がおるんです。はい、だからその以前のスタンスと今の自分はどこが変わったのかっていうのは今うまいこと言えませんけど、その、まあ、年を経たというのは一つの判断力が鈍ってきたというふうにも取られるかもしれませんけど、私自身は逆にそのぼんやりしてる感じっていうのをちょっと楽しんでます、うん、だからこれまであれはダメこれはダメ、多分私の絵が今回いろんなスタイルのものが山の絵まであったりしていろんなスタイルがあるんです、ですけどあえて自分がこれでもいいかなこれでもいいかなこれも今回持っていっても構わんかなっていうちょっと緩めた部分があるんですけど、その中でできているバラバラといったらバラバラです、うん、けどもそのバラバラをまとめる言葉っていうのはきっとあるんだと思ってまして、うん、その今までこうなんていうのかな、だから否認っていう言葉は人からもらったものなのでもう一つ分からないんですけど、こう拒否してきたものっていうものの面白さみたいなものに、はい、やっと気がついたっていうのか、ちょっと言い方変えますけど、昔若い時にあるデッサンを繰り返しました。それでたくさんたくさん同じようなデッサンを描いたんです。だから自分の周りに絵がいっぱいこうあるんですけど、描いたら見ますよね。で見ててあこれはもういいわと思った絵は裏返します。で最後まで残った絵がここにこうあるわけで、うん、これはなんとか許せるなみたいな、うん、感覚で判断をこう押し詰めてきたわけなんですけど、ある日全部もう一遍表向けてみると、うん、残った絵が一番面白ないんです残ってる絵が一番なんか自分にとってどうでもいい、一番遠いところにあって、うん、裏返したはずのもう終わりだこれはもう見なくていいと思ったもんが、うんうんうん、次見た時にはすごく面白い、昔はそんなこと気がついてなかったんですけど、最近その自分がこうあえて拒否してきたものの持ってる、キャパシティというかその面白さに惹かれてるんですね。だからついついこう
誰が同じ人だとは思えないような、あれとこれは似てますけど、これとこれは全然違うよね、というようなあの図柄の出方、図柄とあえて言いますけども、を最近は認めてます、うん、あのそういう意味ではあの図柄に対する、図柄って伝わるかな、図柄、図像ですか、表面が結局持つことになる図像の好き嫌い判断みたいなものを、うん、もしかしたらずっとしてきたのかもしれんけど、うん、今はそこから随分離れてしまってるというふうに思ってる。で今回中井さんの作品をに接して、それですごく驚きました。ほんでびっくりした、わかっこええと、まずこれが大事です。あ、こういう絵は描けるんやなと思ったんです。非常にコントロールも効いてるし、判断、それから神経の使い方、全部私は自分が経験、まあこれは失礼かもしれんけど、経験したことのある神経の使い方とか、拒否の仕方とか、容認の仕方とかが感じられて、見せてもらった作品どれも非常に私には心地よいものだった。ただこのコントロール、このこだわりみたいなものを中井さんは今どのように捉えてるのかな。それでおそらくこんな簡単に口には言えない判断のさまざまなものがあると思うんだけども、その重要な部分を聞こうというのはちょっと失礼だけど、多分中井さんは今図像できてくる絵画としての図像のまあ重要性、はい、図像でいいのかな、はい、図像では失礼かな、いえ図像でいいです、イメージでもいいですけど、うん、はい、あ、図像の方が近いね、はい、に対するこう重要性みたいなものを今どう捉えておられるのかをまずはお聞きしたいなと思って、はいはい、振り返します。はい、すみません。僕がギャラリー16で岩村さんの作品を初めてこれぐらいの大きさの作品が5点ぐらいあったんですかね、4点ですかね。でそれを見た時にこう自分がこうすごく、まあ、求めているものが結構ここに、同類のものがあるなっていうふうに感じて、ちょっとその時お話しさせてもらったんですけど、それは何かの写しではないっていう感覚です。で、なんかこう絵がもうそこにそれだけがボンとあって、それは何かの写しではなくあるっていう、そういうのは僕はすごく大切にしてまして、でさっき否認の話の続きで言いますと、僕は何を否認するのかなと言うと、やっぱりこれ難しいんですけれども、なんかこう、程よく写真写りのいいイメージを否認しているのかなというふうに思うんですね。まあもうこれ言い古されてますけれども、もう写真的なイメージというのはもう世の中にもう、蔓延しているわけですよね。で、やっぱりそれによって失われたものっていうのが確かにあって、その失われたものってをやっぱりこう探してるんだと思うんですね。でそれは何かこう元になるような何かものがあって、それがまあ写真を撮って写されたようなそういうものではなくて、もうそこにこうゴロンと存在していると、そういうものでありたいし、自分の作品がちょっとでもそういう写真的な、なんかこう程よく収まるような、要素を自分の作品に見たときに、それを否認して、でまた手を加えたりひっくり返したり
そんな感じをしてます。で、もう一つ感じたのは、あの岩村さんとの比較でもう一つ感じたのは、なんかあの僕はそのそういうものをあのなんとか出したいと思うんですけれども、正面からなんか出せないので、結構こうあの、裏からというか、あのあるこう偶然、自分の手から離れた偶然っていうものをこう使いながら、そういうちょっと偶然的なものを使いながら、そこに現れてくるものを、チョイス選んでいくという、そういうことによって作品を制作してるんですけど、なんかその岩村さんの見たら、そういうなんて絡めてでやってるんじゃなくて、こうズバリもうなんかボンとあるなっていう感じがするので、そこが反対に、どういうふうなルートを通ってこういった作、うん、あの形が現れるのか、まあ、僕の場合はもうかなり偶然に託すところが多いんですけれども、なんかそう見えないんですよね。でも何か秘密があるのかなというふうに思ってます、うん、ということでお返ししたいと思います。うん、今あの中井さんがあの大切にしておられる一つの、重要なポイントを言ったら、写真的なそうでないものを絵画の中にっていう説明されたと思います。あの私も若い時に実はあのいろんなタイプの、まあ、絵を学んだわけです。それで、大学をしかも大学院を、修了しました。その時には自分はまあこんな言い方恥ずかしいですけど、絵が描けるぞと思ってた、だいぶ描けるようになってきたと思ってたんですけど、思わんことにあの卒業して修了して展覧会を一回やったんです。ものすごい不快感に陥って絵が描けなくなったんですよ。絵が苦しい、絵を描くっていうのが本当に苦しい時期がありました。でその時にあの感じたのですけど、これがお答えになってると思うんだけども、あの要するに大学で学んだことっていうのは、まずどういう絵をにするのか、その絵をイメージせよ、それから設計図を作れ、それからそれに向けて努力せよっていうようなことだったと思うんです。ところが最初に作った設計図がそれなりのものだったとすれば、実際にやった絵、実際にやる絵はその設計図からどんどん外れていくんですよね。あの設計図通りに絶対なりません。思ってる美しくこうすればいいかなとか思ってる、まあ仮の図像のようなものがここにあるんですけど、それがこの多分こんな形で外へ出てくることはありません。それはもう僕は不可能だろうと思っています。だからあの絵が描けなくなって5年ほど経ったんですけど、その5年の間にいろいろ考えたんです。あのいろんなあの発表の仕方はやったんですけど、絵は発表できませんでした。けどある時あのふっと考え方変えたんです。設計図をもとに、その設計図に近い付けよう、そういう絵を求めようっていう思いを取ってしまうとすごく楽になる。設計図なしなんです。ただあの私がやったのはあの 泥を紙の上にこすりつけていくっていう作業だけです。あのこれも指、これも指、あれも指です、あれも指ですね。手でこう泥をこう広げていくっていうような作業に取り掛かったわけです。ある種のその作業性っていうかものが僕を解放してくれる。そこからこう自由な方向に絵を進めてくれる。僕が最初持たねばならんと思った設計図は本当に邪魔なものだったとしたら、その作業を楽しんでいく、もうこれが合ってるかどうか分かりません。結構苦しんだ時期もあるので、作業が楽しいとばっかりは言えませんけど、その作業そのものに
依存してみると、依拠してみると違う世界が見えてくる。で、私は結局この素材、これは土と蜜蝋を練り合わせた、僕はペーストと呼んでるんですけど、どんなもんかというとね、ちょっと待ってくださいね。今回の残りが、そうですね、からこれこれです、これこれ残ったからこうやって置いてあるだけなんですけど、本当は残らすつもりはなかったんで、でぶつかってしまうのがいつもの常なんです。それでこれを使うこと、これを指で広げていくことっていうので、自分の絵を作ることっていうのが唯一僕を絵画に戻してくれた方法だったんです。だから極端に言えば、どこまでもどこまでも塗り広げていける絵が僕の、その時の望みになった時期があります。もう大昔ですけど、2000年頃かな、99年、高知県立美術館 の、 広いスペースをお借りしまして、縦7メートル50ぐらい、横12メートルぐらいの、紙をどんどん貼り合わせていって、それで広げて、その上に泥、これを塗りつけていくだけの絵みたいなものをやりました。これが本当に楽しかったんです。夏の暑い間、本当に汗だらだらの中で作業を続けるだけ、あんまりいい言葉に響きませんか、作業という言い方僕大好きなんですけど、この塗り込めるとか塗る作業みたいなものをまずはとことんやってみようということで、いろんな美術館でお話があった時に、広いスペースを使わせてくれということで、何が書いてあるかさっぱり分かりません、自分でも。ただこすりつけて広げていってるだけ。いっぺんに作るペーストの量がこれぐらいだとすると、それで塗れるのはこれぐらいですね。で次のがこうくっついていくわけで、どん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 増殖していく。で紙が足らなくなると、紙をどんどん張り足して広げていって塗るっていうような絵を楽しむようになりました。今でこそそれ絵って自分で呼んでしまいます、絵だと思いますけど、当時は絵のようなものとか、これは絵じゃないと思い込んでまして、なんていうのかな、要するに作業っていう言葉を使ったんですけど、せっかくこんなんあるんで、どんな感じになるのか、こんな感じに、これでこう。いいんですか。あかん。いいと思います。そうそう、どっかで直してやろうと思って。いや、こんな感じで、ただしこれは床にあります。紙の塗り広げる作業をするときにも、いつも床で広げてこう。やってたんで、いまだに僕は作業中は絵は床でしか見たことがない。だからさっき言った7メーター50とか12メーターの絵っていうのは、自分の作業場でも見られません。そんな広いスペースは持ってませんので、3メーター5メーターぐらいのブルーシートの上でしかできないから、どんどん貼り合わせてこっち畳んで、また貼り合わせて畳んで塗り広げてっていう作業で、どんな絵ができてるのかみたいなことを考える間がなかった。見たこともない、こんな絵になってるだろうなとは思うけど、実際は展覧会場に持って行って、その
紙の塊を壁にかけて初めて、要するにこの面にして初めて、あ、こんな絵描いたんかっていうふうに思いました。だから僕は一遍図像からはほとんど外れている。だから図像の設計図を持ったらこの絵は成功か失敗かっていうことが出てきますけど、設計図を持たなかったら失敗のしようがない。どんなにしても楽しいし、どんなにしても素敵だし、うわこんなになってるっていうような発見ですね。後から見るっていうことが、あの壁にで展示して初めて見るんですけど、だから真っ先に見るのが作者なんですけどね、その時にいろんなものが見えてくる。作業中のこのいろんな記憶とか、その時その時にもやっぱりいろんな作業に判断がありますから、いろんな判断をしとるんですけど、その時の記憶が真っ先に見えるんですね。どうしてもあこんなになったんかって思いながら、徐々にそんな思いが消えていくわけですよ。初めて見る絵に変わっていく、その時が一番面白かったし楽しかった。あの要するに設計図を持たなくなるまでに5年ほどかかったと言いましたけど、そうなるまでにあの自分の判断、自分の絵画への判断をご破産にすることを一生懸命やったんじゃないかと思ってます。それがスタートライン。だから今逆にさっきの話とは全然違う。これも何かもう何かですよね。何かの図像に。こんなサイズだとね、もうすぐにこう形が見えるんですよね。床でやってても、こっち隠してやるわけじゃないから。だから一時このサイズをやるのはものすごく苦しかった時期があります。まああの昔の設計図ではないんですけど、まあこんなになっちゃったで済ましたらいいんですけど、そうはいかんところもあるんでね。これも今回はちょっとやりすぎたなと自分では思ってます。けどあのそう書いて昔の塗り広げるだけの形をこのサイズで繰り返す気はないんで、もうこれは意味のないことだと思います。だから発見できなくなるからね。また違うその僕がやってしまった図像、僕が載せてしまったイメージみたいなものを今度はしっかり見てみようかなと最近思ってまして、あの見ることの重要さみたいなことをやっとこの年になって、当たり前やけどね、こんな中井さんにそんなお話するのはとても恥ずかしいんですけど、あのそういう選択の仕方をしてきました。だから中井さんの場合も僕は絵を見てて、あこの人はこの線のドローイングと、それから色面の対比と、それから色面の絵の塗り方とか、いろんなもんがあの自分の判断の中に入ってきてると思うし、その層になってる部分っていうのがこう縦横の線とかこの線とか色とかも含めて、あの層をこうコントロールしながら進めていかれる。線もそんな簡単な一筋縄でない線だと思うんですけど、その辺楽しいですよね。どうですか、ちょっと苦しい時もありますか。いやあの僕もやっぱりあのいろんなあの美術のあの歴史、いろんなものを見てきましたし、であのすごくその中で惹かれるような、例えば僕は岩村さんの絵を10年前に見てたらむちゃくちゃもし真似しちゃうかなと思う。それぐらいこうあのすごくリリカルな感じっていうのはすごく僕にこう伝わってくる、その感じはすごい好きなんですけれども、あのそういうふう なんか自分の好きなものっていっぱいあるし、それが全部自分の中に溜まってて、である時何をやってもそれのこう影響下にあるのではないのかなっていう、すごく苦しさっていうのはやっぱりありました。で、そこからどうしたらこう逃れられるのかなっていう時に、一個
これは絶対に自分だなっていうことが言えることは、ある点からある点に線を引きますと、どういう道を通っていくか分かりませんけれども、このある点からある点に線を引くことには絶対的にそういうものから自由になれるなっていう、そういう直感があったんです。だからそれを元にやってるんですけど、さっきちょっとここに慣れてめちゃびっくりしたんですけど、これ絶対僕できないです。なんていうか、僕やっぱりそうやってこう、ある偶然というか、僕もある意味作業をやってるんですね。計画も何もないですし、最初にこういうイメージで書こうというのも持たないで始めます。ただある点からある点に線を引くんだっていうその意思だけで始めるんですけれども、まあ作業的なんですよね。けれどもそうやってできた線を見るという作業がもう書く作業よりも100倍ぐらいの時間がかかりますので、だからさっきびっくりしたというのはその見ることを経てしか出せないので、でちょっとびっくりしたんですけど、ただ結局作ることにはいろんなこう方法論があるし、例えばこう写真を見て描くとか、こう身体的な偶然を使って描くとか、いろんなことはあるんだけど、最終的にそれを認めるのは自分の価値観が最後はそこに入っていきます。でもう一つ興味深かったのはこう床にこう置いて書かれるもの、僕もある意味そういうこともするんですけど、最終的になんかその行為をやったことそのものが美術作品ではなくて、それが壁に垂直にかけられて初めて発表する作品となるという、そこは自分の中でそういう美術だと思ってるんですね。やっぱり最後は壁にかけた垂直で全体が見えるところで価値判断をしないといけないと。でもそれはなんかこう書く時の偶然であったり、書く時のこう作業であったりとはちょっとそれとはちょっと違う、何かこうそこでもう一つすごくもっと大変な作業があるのかなというふうに思うんです。じゃあそれはどうやってこれは良くてこれはダメかという、そこはじゃあ何ですかとこう尋ねられたら、まあ先ちょっと喋りました、これは認められない、そういうふうなものがありますし、で肯定形じゃなくて、こうなってはダメ、こうなってはダメ、こうなってはダメって、そういうものを全部こうそこから逃れているものを自分で認めているようにしているんですけど、上にドローイング の紙の作品がファイルに入ってましたけど、あれは結構たくさん書くんです、僕。であれ割とやり直しをせずにダメなやつっていうか、もう一つなんかこう気に入らない、何かがこう違うなと思うのをB 級品っていう箱に入れてるんですよ。でその B 級品の段ボール箱っていうのは結構溜まっていくんですね。で自分でまあこれはいいだろうっていうのを今回例えば出してるんだけど、その B 級品の箱の中のものを2年ぐらい経った後で見るとね、結構いいやんっていうのがあるんです。さっき僕が言ったのと似たようなやつね。そう。だからなんか結局自分のその価値観って大したことないなと思ってしまう。変わっていってるような気がしますね。そうそう。だからその時偉そうにこれはって言って何か理由があるからとか言ってるけど、実はそういうもの怪しくて、なんなら、だからそこは本当にわからないなっていうふうに思います。
いや、あのはっきりした価値基準があるって僕も思った時期があるんですけど、うん、結局それはこう分かったと思った時点でもうこう後ろ行くんですよね、うん、でこう自分の中にこう取り込んでけど僕は進んでいかなしゃあないん で、うん、で後ろ行ったものをこう見ると全然違う、うん、あれもう僕が作った価値基準っていうのは、うん、もう全然意味がなくなってる。あ、うん、そういう意味でね、あの中井さんの作品を最初に見せてもらった時に非常に驚いたのは、あのかっこええってさっきも言いましたけどすごい厳しいなと思ったんです、うん、はい、ここまで厳しくする必要があるのかなって、うん、ところが今度一緒に実物の作品を写真じゃなくて実物の作品をこう展示の時とか見せていただいて、はい、なんか全然印象が変わったんですよ。あ、この人もかなり困ってるなあの困るんです絵描くと。こんな言い方あんまり適切でないかもしれんけど本当にあの自分に期待できないというか自分を尊重できないぐらいあのいい加減なんですよ自分のその時その時の判断が。けどそれが見ているとどんどん面白いものを見せてくれるというかね、うん、このいい加減な岩村は今回はこう来たかって自分で見てます。で大体作った作品っていうのは目の前に出てくるわけで、うん、これでいいやと思う時期がありますよねどんなもんでも、うん、けどその作品って僕には何か分からんのですいつも、はい、分からんもんが出てきてそれを見ることで自分の中で位置づけを作り一応理解しようとしますよね言葉に変えたり。けども全然違う言葉が同じものについてくる、うんうんうん、そんななんていうのかこれが本当の面白さだと最近思ってるんですけど、あの分かったと思ってたものが本当は全然違うものだったっていう経験が言うたらいっぱいあるわけでもこの年になると。でそのなんていうのかなその新たな面みたいなものを今絵を描きながらどんどんこう広げていくことになってると思う。どんな絵が描けるようになるかっていうのはこれからの問題だろうけど、まあ、言葉にすることがいいのかどうかも分からないですけどね、うん、要するに初めてのものを初めてじゃなくなった時に次の新しいものにせねばならんと常に思ってきたんだけども、昔やったこれ昔やった形とか昔あるところで思い出した図像みたいなものを今またちょこちょこ出してきてるような気がする。ちっちゃなこんな特にこんなあのこれは白和紙って言って白はあの板の上にあの朝じゃないこれは木綿です。木綿貼ってで白和紙をこう塗ってます。でボロニア石膏と白和をこう交互に塗ったようなもんなんですけど、あのこれを使うようになってここ数年なんですがね、これ使うようになって逆に全部サイズはこんなもん、あんまり大きなパネル作ってもしゃあないししんどいだけだから、けど以前の塗り広げるみたいなことはもうできないとなった時に僕の中にあるあのかつてのイメージとかかつての仕事からまだ僕の中に残っているそのイメージみたいなものをふっと置いてみたくなる、うん、最近バラバラなのはそういうことだと思ってます、うん、どんな具体的に言うとね上にあの山の絵があったと思います。山の絵って言うて分かりますかね。こんなになったのにこんなになった、あれはあの先日見たあの日月山水図っていう国立博物館でやってたんですけど関心寺 の絵だそうです。
僕はあの植木屋やってたんで、あの関心寺庭作りに何度も行ってたんですけど、そんな絵は見せていただきませんでしたが、ああここにこんなもんがあるんかと思って、僕はあの学生の頃から実月山水図 の, あの関係の絵っていうのはとても好きだったけど、自分がそんな絵を描くとは思いもよらんことだし、自分にそんなことをしたら先にいかん、そうしたらいかんやろっていう思いがずっとあったんですけども、先日実物の山水図見て、それで、わこれ描けるかなと思って、ちっちゃい画面ですけどやってみたら楽しかった。だから本来なら持ってこないはずの作品だったかもしれんけど、実際今回こんなんやってるうちでちょん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 やってて、あこれも僕の絵やと思ったんですね。そういう意味では逆にあれかな、許せるようになってきてるんかね、ちょっと分かりません、いやあのついでに突っ込んでしまいましたちょっと話を元へ戻します。中江さんにあのギャラリー16での展示を見ていただいた時に結構話しました。面白かったのは彼が僕やとこれはしないとか言いました。何箇所か言ったんです覚えてないかもしれないけど言ってない、あの上にも来てますけど、こんなに鼻がピュッとついたみたいな、あの下の線をこう指さしてこれは僕にはできない、覚えてない。それからこの縁にこう土がついてるんですけど、これはどうしたんですか、なかなか厳しいわあ怖い、よう見とるなこいつと思ってね、うん、あれは僕にも実はそれまで知ってこなかった線だったり汚しだったりする、あれはまあ偶然落ちたということもあるってあの時言ったんですけど、それは言い訳で落ちたら面白いやと思ってちょっと残してるんです、あれ取ろうと思えば乾いてから削ったら取れるんですよ、そういうようなこうおそらく僕はもう許すようになってるものを、中井さんはまだ許さない人なんやなと思って非常に興味を持ちました。だからこの人は今何を許さなくて何を許すような状況なのだろうっていうことかな。でこの踊り場にあるような作品とか僕はとても興味深く拝見してるんですけどね、何ちょっと言えないことも言えないこともあるかもしれませんが、なんかこうまあこれは自分のことなんですけれども、なんかこう妙にこうかっこいいなとか、なんかちょっとイケてるなとか、味わいがあるなとか、ちょっとしたそういうなんていうんやろうな、本当に自分がやりたかったこと以外のところで見栄えのところで完成しちゃうということを徹底的に拒否したいというのがあって、なんか絵っていうのはそれなりにできてしまうものだと思ってまして、けれどもそれは自分のやりたかったことをやったことにならないので、例えばそのここまで言ったその何かこうピチョッとこうあの絵の具が落ちたのが妙にその構図的にいいやんっていうのを僕はまだ今の段階では許せなくて、それはなぜかというと、なんかそこにそれがあった方が構図としていいやんかっていうふうに思えてしまうことが僕のやりたいことと違うのでダメなんですよ。そんな感じなんですけど、わかります。ただ構図的に良いとかいう点はないんだと僕は思ってます、こっちとこっちを判断した時に、こっち落ちたのとこっち落ちたのどっちが好みかというのはあろうと思いますけど、どっち落ちたってそれを許したらいいだけのことだと思う。僕最近自分の絵で唯一こだわってることがあって、
ちょっとうまく言えない、言えないかもしれないけど、あの絵は僕はやっぱり物だと思うんです。材料として物を使ってるとか道具として物を使うとか、あの当然あるんですけど、そうじゃなくて図像でも、それから先図像って言いましたけど、図像とか図柄とかでも、絵の具のつき方でも、これマチュエルとかいう言い方するんだけど、でもなくて本当のもの、もの、絵の、だからこんなんすごい絵の具のように見えてるけど、実は土の粉と蜜蝋を混ぜ合わせた、僕にとっては非常にこう近しいものなんです。それを僕の体の作業を通じて定着させるだけで楽しいし面白いし、それで絵はいいんじゃないかと思ってて、あのだからしつこく中井さんに尋ねますけど、図像でなくてもええんじゃないかっていう、僕は最近そのものという言い方が適切かどうか分からんけど、また絵画の人に言うと、絵画は要するにタブローを目的としているとかいう言い方されて、僕は非常に困ってしまうんですけど、情景ですかとか答えてしまうんですけどね。あの確かにタブローっていう言葉で示されるあの絵の価値観というのは分からんではないんですけど、僕はもっと古臭いその物質感というか、物としてのものがぶつかり合う場所でいいんじゃないかなと思ってます。だから図像にこだわってた時期っていうのは本当に長いんですけど、まだこだわってると思いますけど。こだわっておりますよね、どう見ても。あのだからあの、まあ、絵の具とかがその物質なんだけれども、それがイメージ化するっていうのはもう絵画 の当たり前のことなんですけど、あの、まあ、何回繰り返しになりますけど、そのイメージを見るときに、あのそれがこう、なんていうのかな、その、そこにこう初めてあるイメージでありたいっていうふうには思ってるっていうのがあります。でそれがあの別に、ものとかそのイメージかっていう、そのあたりはあんまり実は興味なくて、あのもしも興味があるとするならば、あのやっぱりキャンバスっていうものの限界というものは、あのやっぱ枠だと思うんですね。で、あのキャンバスである限り枠が出現してしまうので、その枠をどうするかっていうことはものすごく大きなあの問題なんです。で、じゃあ枠をなくしてしまえばいいのかというと、そうでもなくて、枠があるからこそ、まあ、そこで、成し遂げられることがあると思ってて、あの、まあ、理想はその枠が、なんか程よくイメージを収めてるという枠ではなくて、常にその中にあるイメージによってその枠が常に攻撃されて脅かされているという、すごく不安定な状態の枠でありたいと思ってて、でこれがあのなんか神のような、あんまりこう物質を感じないような支持体っていうのは、あんまりそんなことは感じないんですけど、やっぱりキャンバスっていうそのなんかこうちょっとこう厚みのあるものっていうものは、その枠というものをすごく、なんていうかな、もう徹底的にこうこちらにあの突きつけてくるものがあって、だから一時期そのやっぱり紙の方がずっと描きやすいなと、紙に描いたらその真ん中の形だけであの済むし、枠との関係ってあんまりそんな意識の上に登ってこないけど、キャンバスに描くとあのその枠とイメージの関係っていうのはすごくこう問題になっていく。
で、まあ、今はなんかその関係をどうするのかということが、まあ、造形上 の僕の中の大きな主題になっているところですね。うん、僕はずっとキャンバスにはよく描かなかった人間です、うん、だから紙を貼り合わせてしかも変形の形にとかして作業をとにかく続ける。ところが最近こんなパネル作って四角が先あって、うん、そこにさあ何ができる、描くことはなかなか難しい。だからその枠をどうしても何らかの形で考えざるを得ない。だから大きなパネルやったらないしはこの壁やったらどこから描き始めても成立すると思うんだけども、この枠が与えられたら本当に難しいっていうのを最近考えてます。それどうしたらいいのかねそれは皆さんにもちょっとお聞きしたいところだけど、なんか大きなね、そのすごくこうバーネット・ニューマンみたいな大きなもう巨大なもので端が見えないようなそういう大きさで描くっていうことならばあまり枠の問題って消えるのかなとかね、そういうふうに思うけど、僕はそれはちょっと弱くすると思うんですよ、絵を。だからやっぱり枠っていうのはあるんだけれども、それがこう繰り返しになりますけど、イメージをなんだ きっちりとなんていう安定させて、こういくらでもこうそれをこう複製できるような、なんかすごい写真的なそういうものの枠のあり方ではなくて、なんか 枠があるんだけれども、それがなんかこう消えてしまっていたり、なんか関係がいつも緊張感の中にある、そういうふうなやり方っていうのが、キャンバスに描く時の、まあ、一つの大きな主題だと、すいません繰り返しに。いやいや分かります、はい、今教えてもらってます重要なポイントかもしれない僕時々こう出て行きたくなるんですよ、はい、この枠から。あ、はい、だから前もあったと思うけど、こうつい出て行ってしまってるような、こっちに何があるかと別に想像させるだけでつながった何かがあるんでしょうけど、だから枠の中に収めることに対する苦痛のようなものは、おそらくずっと持ってたんだと思う、そこは潔いと思います。なかなかそれはつい逃げてしまう事柄のような気がするね。確かに紙とかはそこは自由ですね。そうですね、枠ある。これも布で、あんまり感じないですね。枠っていうふうには僕には捉えられないところがあって、それからさっきこの壁にって言ったけど、例えば白壁のそんなところに絵描いたら叱られるけど、広い壁があるとしたらどんな楽しいやろうなといつも思ってしまった時期があって、そこをどんどん塗り広げるとか逆に考えないんですよね。塗り広げるときは次足して塗り広げるっていう、そのちょっと横との関係、要するにやっぱり枠をどんどんずらしていってる感覚だったんですね。だから広い紙を作って塗り始めるんじゃなくて、塗り始めた紙を広げていくみたいな構造です。だからいつまでも枠と戦ってるのかもしれない大きいですよねどうしたもんかね、きついですよね、いや、要は彫刻の人と喋るときに、絵画は楽でええなって言われるのは、枠のことを指してるんだと思うんですけど、やってみそんな楽ちゃうぞって思いますね。なんか質問していいですか。はい、はい、お願いします。あ、ぜひお願いします。今日お二人のお話聞かせていただいて、その例えば中井さんは
こうやっちゃいけないことが多いとか、最初はちょっとそういう話をされてましたけど、その前提としてね、絵画としてのあり方としてのこう納得する場所みたいなのイメージの話ですけど、そういうふうなものがとにかく前提としてどこかにあってね、でそのどこかにあるとこで自分の場所っていうのがこう今されてることがこう広がっているのか、やっていく中でそう絵画の在り方みたいなことが これがなんか在り方として正解だろうなというか、そういうふうな感じになっていくことなのかね、そのあたりどないなってるのかちょっとお聞きしたい。いや、それはなんか両方だと思いますけどね、うん、だから全くその今までの歴史の中でこういろんな作家たちがこう作ってきたあのいろんなもう財産がありますよね。そういうものとは絶対に自分の中にそれは入ってるっていうのはあるので、最初の方でももちろんあると思うんです、今のご質問で。その後のあの部分っていうのもやっぱりあって、それはなんかもう実感としてあの、当然自分の中にはそういうふうなあのものはあるんだけれども、さっきちょっと ある点からある点に線を引くっていう話しましたけれども、やっぱり個としての部分っていうのはあのそこは何かそこに託したいっていうのがあるので、その子としての部分というのは、それはまだ了解してない未知のものとして、うん、なんかその絵画というふうに名付けられること以前のただ線を引くっていうのをね、はい、それを絵画とは言えないと思うんですね、はい、だからそこの部分を自分の中に置くことによって自分なりのその絵画の領域をこう広げていくという、だからやっぱりそれは両方ねあると思います。今のあのご質問、例えば絵画ということを意識してね、うん、こうまあ話をしたりすると、あのこうベースとして絵画という場所がねもうしっかりあってね、その上に立った話ということになりがちだけど、うん、例えば絵画というものが出てくる以前に描くっていうこと、ちょっと違う意味 の場所があるじゃないですか。で、あの今日お聞きしてたら、そのどちらかと言ったら岩村さんの場合は描くというね、うん、あの場所にちょっと より近いようなニュアンスが感じられて、で中井さんの場合はどちらかというと絵画という場所とそのなんか微妙な差みたいなものをね、ちょっとお二人の話からちょっとこう感じたもんですから、でその僕も今書いてて絵画ということと描くということがある部分すごく重なるんだけど、ある部分すごく違う問題だなということを意識しながらね作業しているところがあるんで、そのあたりがこうお二人の中でどうなっているのかなというのがちょっと興味があって質問をさせてもらっています。ありがとうございます。なんとなく僕も彼と喋っててその辺結構信用しとるなこいつと思うところもあるし、僕は絵画自体を若干若い時から疑ってる、制度みたいなものを疑ってる方の絵描きだと思います。いまだにあのどんな描き方をしてもあの描けるのかなっていつも疑います。描くっていうのは本当に難しい。ただ僕が筆を持って僕の持ち方でこうやったその瞬間に、例えば墨なら墨が紙に落ちていく、それから絵の具がそれポツッと落ちるとか、そんなも含めてあの描いてる瞬間瞬間の出来事っていうのがあの結局面白いんだと思ってる。そこがあの続けてる理由です。あの決して、絵画を極めたいっていうふうにはいかない。あの僕もともと子供の時は理科少年だったんです。でさっき23歳ぐらいから絵を描き始めてっていう言い方をしました。
実は絵を見つけたのは22歳ぐらいの時なの。それまでは自分が絵を描くなんて思ってもいなかった。だから絵っていうものに対する探求は当然するべきだけども、合わせてその絵が僕を何で引っ張ってるかっていうところの探求っていうのかな、それがあのさっき言ったものなんです。ものの強さとかものの面白さ、それからその瞬間にどうこう絵の具が動き反応するのかみたいなことはあのおそらく描くということと関係があると思うんですけど、重要ではないとは思ってますが、あのそれが面白い続けられる一番の理由かなというふうに、多分彼が答えられる内容と逆の方向で答えてると思いますけど。そうですか。あのさっきね話の途中でも言いましたけど、あの確かにそのこう僕も あるところからあるところにこう線を引くわけですけれども、それが描くということだとすれば、あの絵画っていうのはそれを見るということだと思ってるんですね。だから見る段階において絵画っていうことが発生するので、あのそこには当然あの僕だけの問題では到底なく大きなものがあるので、だから僕はやっぱり絵画をやってるのかなっていうふうに思います。まあけどそれもその都度変わるんかもしれんね。あ、そうですね。なんかあまりこうはっきりと分けることはできないんじゃないかなと思います。なんかあのずるいけど今日はあの僕があの佐賀美で教えてるあの若いまだ二十歳になってないあの人たちが2、3来てくれてますけど、あのやっぱりこう僕らがこうやあの制作してたその感覚的な空間と全然違うあのサイバー空間みたいなところと常にこう接しながらやってる人たちが、あのどういったその、感性でそのこういう平面を見るのかなっていうね、そこはすごくこう興味深いし、多分それは僕たちのもうあのおじさんの世代が絶対及びもつかないようなあの全く新しいそのもう身体を持っているので、あのサイバー空間とも合体したような身体を持っているので、そういう人たちがなんかこう新しい、今、僕らとは違う、可能性を示してくれるのかなっていうふうに期待をしながら、見てるんですけれども、だからきっとさっき僕は絵画っていうふうに規定したような言い方しましたけれども、それはすごく過疎的で、これからそういう新しい空間が仮想空間的な空間がどん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 こう広がっていくにつれて、それも変わっていくのかなっていうふうに感じがします。でも僕はやっぱりその手前のところで自分のことをやるしかないので、新しいこと多分無理だと思いますので、そこを一生懸命やりたいなっていうふうに思っています。それに関してはほぼ同意見だと思います。無理です無理ですね。いやけど女古臭いかとかは思ったことがなくて、まだまだやり足りない。本当に今まで長いこと私は絵を描いてきましたとか言ってたけど、それから植木をやってた時期も庭を作るのもほとんど絵画と近い感覚でやってきましたけど、それでもやり足りないっていうか、やれてないことがどんどん見えてくる。しかも自分にとってはそれらが何なのかもわからん、判断つかないっていう、えらいことになったなというかえらいところに来てるなと実は思ってます。だからここから何年仕事が続けられるか分かりませんけど、まだまだ見たことないものを見てみたいという、この世界にもまだあると思います。そうですね。いっ
っぱりそれはあのここで喋ってる唯一の支えだと思います。もう終わっているわけではない、うん、それからあの いろんな人がいろんな形で表現して提示してきたけども、それらが全てではないと思っています。まだまだ新しいものはあるんじゃないかなというふうに思えてしまう。これは最近の感覚です。つい先ほど中井さんおっしゃったその時にその点から点へのこう線を書いていくとおっしゃってましたけども、村さんがおっしゃってたその設計図は分かんないっておっしゃってましたけども、中井さんも設計図を持たずに、その仕事をそういうふうに続けてられるとか、また全体像の何かのイメージを何らかしらの形で持ってられるのか、点から点に進むでまたその次の点に進むのか、その辺のもう少しお話を伺えたらなと。具体的 なんか政策の話そうですね、具体的なことじゃなくてもいいんですけども、うん、その書かれてるその過程は、はい、その三原さんのようにこう設計図を持たないという言い方をおっしゃってましたけども、まあ、目的地を持たずにこう旅をするようにこう政策を続けてられるのか、何かしらのイメージを持たれているのか、はい、少しお聞かせいただけたら、はいはい、設計図は全くないです。はい、ある点からある点に線を引いてまたその次の点を探しながら引くっていうのは、なんかこう、全体を俯瞰して見えない、ちょうど虫のようなものが地面を張っているような、そういう感覚なんですね。で、そこである、ちょっとこう約束事っていうのは自分の中にあって、外にはみ出ないっていうのが決めてるんです。だから必ずその、これにしてもあれにしてもキャンバスの四角の中でこうまとまった像を結ぶと、そのまとまった像を結ぶということが僕は大、絵の要素として中心なので、外には出ないということはあるんですけれども、まあ、それだけ考えながら、まあ、点と点を結びながらずっとやっていくので、その時には全体を全く俯瞰しないので、引き終わった時に初めて全体像をこう見ることができると、そこで初めて見ちゃうわけですね、うん、でも初めて見るんだけど、それが必ずしも自分にとって今度は見るというその自分の見方で納得できるかというと、そんなことはなかなかないので、結構そこはそういう偶然を何回も何回も繰り返しながら、最終的にこう自分の中で、まあ、これでいいのではないのかなというところまでやっていきます。そういうやり方でやってます。はい、もう一点は、その伺ってて、今絵画の中でのお二方のお仕事の在り方とか、まあ、絵画全体のテーマとかちょっとお話しされてると思うんですけども、同じように例えば音楽であっても、まあ、文章であっても文学であっても、同じその今お話しされてたことを考えられている人はいると思うんですね。で、今伺いながら、じゃあ言葉を紡ぐ人にとっては、今中井さんの話としてはどういうふうに考えられているのか、音楽を例えば作る人にとっては、三浦さんのお考えはどういうふうに当てはまっているのかなっていうことをぼんやり考えてたんですけども、お二人はその辺どういうふうに今想像すると思われますか？難しいな。いや、
ちょっとこれはもう個人的な話にするしかないと思いますけど、あのさっき作品が言葉にならんとこれ降りてくるっていう話をしました。それに一生懸命言葉をよく見て言葉を与えようとします。まあ汚い言い方ですけど、そして初めて言葉がくっついて分かったとか思う一つの、概念ではないな、何だろう、一つのまあ知というと大げさですけど知識のようなものに変わる、そんなことをこうずっと繰り返しているうちに、実はあの文章を書くことが絵を描く前に大好きだったということに思い当たりまして、自分の絵が、絵は全然言葉ではないんですけど、これがどういう言葉に置き換えられるかっていうような一種の図像のようなメモのようなものを最近の日常にしてます。だからイメージのスケッチを書くちっちゃなノートを持っとるんですけど、いっぱい書いてますけど、その横に変な言葉がいっぱい出てくる。これがこの作このスケッチのにくっついた言葉かなと思うと怪しいんですけど、どうやら関係なくはないんです。いつも自分で言葉にならないと言っておきながら、実は想定している部分っていうのはあるんちゃうかなと思ってます。まあ適切な言葉かどうかわからんけど、なんか想念の断片みたいなものがおそらく、まあ、絵画だったり美術だったり作品だったりするとしたら、実はそっちの想念はいろんな形で表されると思うんですよ。別に絵画でなくてもそれでなんかつながってるんちゃうかなみたいな、非常に楽観的ですけど、そういうふうに思います。いや、合てるんかな。いや、まあけど個人的な、はい、あれです。中井さんがおっしゃって、その線をある点からある点に書くっていう、今までいろんな絵画を学んできて見てきて、その中にしかしその線を書くっていう原始的な衝動とかそういうものはこう、例えば文章ですると、いろんな読んでた本のその文体であるとかイメージでもあるんですよ。でもその本当にこう暑いとか寒いとか怖いとかそういうことが書けませんよね。そういうものと近いんですか、その線をある点からあって。なんかもう少し現象的、例えばあとかぐらいしちゃいますか。なんか枠の話をちょっとしましたけど、なんか音楽にも多分、なんだろう、小説かな、詩とか、なんか枠ってあると思うんですよ。なんか例えば音楽で、僕は音楽全然素人なんでわからないですけど、なんか五線譜で音階って決まってるけど、なんかその間に音ってあるんちゃうのかなと思って、なんかそういうふうなところまで戻ったらどんなもんができるのかなとかね。でも多分僕それ聞くよりも、宇多田ヒカルとか中島みゆきの方が好きかもしれんけど、そういう難しい音楽はちょっとわからないけど、確かにそういうことってあるのかなっていうふうに思いますし、でもまあ制作するときにはそういうポップスよりもなんか現代音楽、黒瀬さんに教えてもらって、その影響で聞くんですけどね。まあブライアン・イーノみたいな、ああいう本当の音階だけでやっていくやつは最初は心地よかって、これがなんかすごくいいなと思ってたんだけど、なんか今聞いてるのはそのなんか同じようななんか意味不明の中に突然なんか
人の歌う声がふっと入ってたりするっていう、そういうなのがなんかかえってなんか広がりを感じて、そういうことを考えるとね、なんかその絵もね、なんかそういうこう何々に見えるとか、そういう具象的な具体的な形っていうものがなんか現れる、予兆っていうのかな、あの可能性とか、僕はまあ今抽象なんですけど、そういうものも例えば音楽、そういう音楽を聴いてるとちょっとありかなっていう感じはする時があります。ちょっと答えになってるかどうかあれですけれども、はい、そんな風にあの思ったりします。こんにちは。あの、サガリで中井先生に教えていただいているので、あの、今回お話しさせていただいてて、結構二人ともすごい共通している部分もあれば、かなり離れている部分もあるんだなって感じたんですけど、共通している部分の一つとして、あの、床に置いて描くっていうのがされてると思うんですけど、その僕も割と床に置いて書くことが多いんですけど、その床に置いて書いて、それをなんか壁にまた書けるっていう、これはなんかすごい結構隔たりのあることだと思うんですよ。そのなんか床で書いてて、あ、なかなかええなって思って、壁にいざ書けたらなんか全然違うなっていう、なんかその隔たりをすごいいつも僕は結構気にすることがあるんですけど、そういうなんか乖離についてのなんか折り合いみたいなものっていうのは二人ともどういうふうにつけてられるのかな。あんまり変わらんようになってきました。そういう意味では、あの、床にあっても絵として見てる部分があるんやね。どうしてもずるいから心地よくしたいと思ってしまう部分があって、そういう作業をしてるんかもしれんけど、さっき言った昔のでかいでかい絵はもう見ることもできんから、逆に言うともう初めて見るんですよ、縦にして。それがものすごい快適だったのを未だに覚えてる。だからコントロールできない状態にしてしまいたいっていうことですかね。それずるい答えですね。けどそこで見たものとここへ来たものとが最近そんなに違うとは思わなくなった、やってしまった作業は一緒じゃんかっていうことでね、それが図像としてどう見えるかっていうのは実はあんまり意識してないのかもしれません。答えてるつもりだけどちょっとずれてるかな。結構言い悪いっていう価値観って判断されてるわけではないっていうことですか。言い悪いはあまりない。中井先生は割とそういうのがあるのか。言いますか、なんかあの今あの岩村先生おっしゃったようなところまで行ければいいんだと思うんですけれどもね、それは何かこう新しいこう、従来的な絵画ではないようなところで の価値の置き方なのかなというふうに思うんです。その上に上げないということ、上に上げるものと下のままというのはね、あのもうここに置いてるからとかここにあるからとかじゃなくて、そういうものも何かこうあの、関係なくそういう何か描かれたものとしての価値観みたいな、
そういうふうなことのところまでなんか行かれてるのかなっていう感じがで、僕は正直あのやっぱり、壁にかけてあの最後見ますので、あのそこの部分はあの、やっぱり 垂直にかけてみます、うん、で垂直にかけてみるんだけれども、そのなんかこう可能性をこう、自分の中だけでこうあの自分の中にある力だけでやるんじゃなくて、あのその辺の外側のなんかところの力もこう借りたいので、だからこう水平っていうところ の力を借りるんですね。で、あの水平っていうのは何もその水平に書くっていうだけではなくて、さっきも言ったようにある点からある点に線を引くときに、そう虫が這うように書くという全体を見れないということも水平に書くということの、同じ意味を持っていると思うんですね。でもそれはあの自分以外の何かこう ある世界からあのそこにつなげながら、その形をこう紡ぎ出してこようという、そういう一つの方法なの でそれで自分の作品があの自分側から書いたものではなくて、ある向こう側から書いたものにあのそこでチャンスが生まれる。でそれを今度は壁にかけて、今度は自分 の絵を見るという価値判断で見ているという、だからやっぱりまだ岩村さんのようなところまで行けてないかなと思いますけどね、僕の場合は。大先生のいずれは岩村さんで、そうかどうやろう、あるかも、うん、逆に岩村さんが中井先生でいいかもしれない。いや、あの多分僕はあのへそ曲がりですから、絵画の精度からどんどん外れていこうとしてるんです。だから自分の描いた絵が良いとか、非常に絵画の重要な何かを持ってるとかいうふうにはなるべく思いたくない、なるべくそういうふうに見たくない。だからまあ当然精度は精度なんで、ずっとあったというのは知ってますし、その上に僕が立っていることも知ってますけど、あの例えばヨーロッパの絵画もあればアジアの絵画もあるわけで、いろんな絵画があって全然違うんですよ。やっぱり価値観も多分違うと思います。そういう意味では僕の価値観があったっていいんじゃないかなと思ってるということです。だから僕がやってしまったできてしまったことはもうこれでいいじゃんと思いたいんです。だからもうちょっとこうしたいって思う時だってあるんですけど、そうしたら大体失敗します。もうちょっとここをこうしたいとか、今もだから失敗のあれだよね、見本をお見せしてるわけなんですけど、もうちょっとこうしたらとかああした方がきっとあの見てもらえるぞとかいうゲスの勘繰り、ゲスのことをやっちゃうと絵が小さくなる、どんどん小さくなる、こんなつまらん絵やったんかと思うぐらい縮んでしまう、としたら一切やめた方がいい。だからなるべく最初はしないようにしてる、とことんしません。今回ちょっと焦ったんかな、やりましたねああこれは中井のせいだと僕のせいか思うようにしてます。ちょっとやられた、負けてます。けどまあそれもまあ時の運といいますか、それも含めて今回は僕はこういう形になったと思ってる。あのもう一遍言いますけど、もうちょっとこうした方がとかいう途中からできてくる設計図って絶対あるんですよ。それに合わせようとしだすと急に絵が縮んでしまう、つまらんことで、ほんのちょっとしたことでああと思うことがある。ところがやってしまったら消えないんです、絶対消えません。
やったことは全部残るし、ここは面白いですね。なんでか知らんけど消えないね。そこは上手に消せない、消さんですよこの人は、うん、消してないもんね。何もやってないです。全部やってるんよね、はい、そういうふうに見てます。どういうふうになると失敗になるんですか。だから失敗しません。失敗でもなんか今あ昔ね何度も何度もそういう失敗をしたんです。だから今も極力しないようにしてます。というのはね、あの展覧会が近づくと大体失敗します。だからいつもですけど、こうしたいと思ったのはあの極力を抑えます。それでこうしたらどうなるかみたいなことよりも今あるものを見ることで終わらしたい。常に設計図を描くと失敗になる。うん、あのイメージができてしまいますよね。こんなサイズだったら絶対何かできてくるんです。でそれが例えば何かに見えると思った途端に手が止まってくる。昔うまくやったのは学生に来てもらって潰してもらおう、上にこういう作業してって言ってお願いして潰したことがありますが、今はもうそんなことできません。で昔子供が小さい時にこう、うん、これやってって、ほな面白い子が一人、うちの子ですけど3人おるんですけど、2番目の子は絶対僕の言うこと聞きません。どん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 ですよ。その時何するんやと思ったけど、今思うとあの絵はとてもいいです。どんどん行っちゃってる。その一本の線だけが僕の意図とは違うので、この絵はあの非常に僕にとって不思議な力を持ってるとか思ってしまいます。ほんまかどうかわからんけど、だからあの最初の方でね言いましたように、あのこれは認めないというのがもういくつもあるんですけれども、あの、まあ、一つはその、例えばそのそうだな、形がこう固定されてしまっていないかと見たりとか、あの何かのこうあのイメージになっていないかとか、あのなんか頑張りすぎていませんかとか、頑張りすぎるも入ってるもん、うちにこもって頑張りすぎてませんかとか、あのちゃんとあの画面の外にの世界に広がっていってますかとか、そういうことをこう自分で見て、まあ、それがやりたいことにつながっているので、それで判断しないと、こう2倍のところで、あ、なんかいいのできたと思うものについてはあのダメっていうふうにしてますね。うん、だからそう、なんか一見何かすごい、あ、これいいなと思うものっていうのは、もう多分もう次の日とかに見たらものすごく平凡なものになってることがもう常ですので、うん、そのあたりはあのだから結構僕は失敗がいっぱいあるんです。はい。で、あのまあ例えば線を引っ張ったら、それが自分の中で気に入らなかったら、あのそのまあ例えばこれのように、あのこの緑の塗ってるその面積のところを一気塗りします。うん。でもそれは一気塗りしないとダメなんですよね。あのこの辺を塗ってとかいうのは自分から書くことになるので、向こう側からやってくることをするためにはやっぱりここを塗るんですっていう決めたら一気に作業として塗り終わって、でその結果を見るという、でまたそれを見るということ、そんなことを繰り返して、なんかこうあのこちらの方とあちら側から書いてる、
そういう感じですね。おっしゃる通りだと思います。あ、一つ質問。あ、はい。あ、すごい具体的すぎるんですけど、大先生のペインティングの中で、書いた線を消している層がありますよね。あ、はい。これでもそうですね。これは消してあるんだけど、消していることが何を消しているかまでは聞いている。対して上の2点ぐらい、この約束ごとに書かれた閉じた線とは別に画面をこう突き抜ける水平線と垂直線の格子で書かれた線があるんですけど、ありますね、あの線の線の向こうにもこの規則に従った線がありますよね。あの断絶は何なんだろうって思うんですけど、どういうなんかかなりこうなんていうの、約束事としてあるのかなと思って、はい、ちょっと気になります。ある点からある点に線を引くというときに、真っ白い画面ではできないので、最初にそういうふうな今おっしゃった突き抜ける平行線っていうのをまず引いて、でそのなんかこう、虫に例えれば虫がそこを張っていくような何らかのこう目的地となるようなものを作るということなんですね。線の代わりに線の交差。そうですね。うん、で、それが最終的に証拠隠滅するようにこう塗りつぶすわけですけれども、かすかに残ってますよね。で、それは突き抜けてる線ですけれども、僕の中ではそこは画面としては認められるので残しています。うん、そこがちょっとね、今すごい鋭く突っ込まれたなっていう感じするんですけれども、言ってみたらちょっと恣意的な部分が残っているところかと思います。でもそれは今のところは自分の中で許容しているところです。こういう消すっていう感じそれも多分常にその内側で何かこうイメージを生成するっていうことはせずに、うん、これは消すってなったら一気に消すっていう感じ。そうですね。さっき岩村さんもおっしゃったように、そこで調節するとろくなことがない消えませんもんね、はい、どんどんちっちゃくなるというのは本当に僕もそう思ってて、やるときはもうやって、でたまたまでもその時に白い絵の具の濃度とかでこう残っちゃう場合もあるんですよね。でその残っちゃうものが現れた時にそれを良しとするのか、いやこれは残りすぎているのでもう一度かけようとか、そういう形でやっています。イメージとか図像設計図とかはないけども、はい、方法と層があるよね。あ、はい、ずっとね、それはどうやらかなり大きなルールのような、ルールというか、あなたの制作上の、はい、方法でいいのか。でも層が見えるのは事後的なことなので、やった作業の、はい、うんうん、はい、ですから層を作ろうというのはないんですけど。ないんですか、はい、わかりました。そうか、そこに意識はない、はい、けど消えへんよ。え、消えないよそうですね、うん、じゃあ一発で描けるのが理想なんですか、最終的には。よくでもどうなんですね、一発で描けたこともあると思います、今まで、はい、意外と時たまあります。 A4 のやつは一発で、紙の場合は多いですね、割と。なんていうかな、だからやっぱりそれさっきお話しましたように、紙の場合っていうのはその真ん中にある形の問題だけなんですけど、キャンバスはどうしてもこの枠との関係っていう、そこがものすごく難しいので、なかなかこううまくいかずに悩んでいます。すいません、岩村さんに一つ。はい、このパネルの
ック味のパネルの作品ってやっぱり形式的に絵画にだいぶ寄ってると思うんですけど、そうですね、それはもう許容できちゃう感じですか。許容できる、うん、その井上さんがその絵画であることをこうどちらかというと否定する形で、うん、あの非常に古い形式なんで、一番あの、まあ、あのニュートラルな、うん、あの画面、あの確かある程度だからその確からしさをこう形作っていると思うんですよ、うん、あの平滑な面っていう、それはその絵画であることをあのなるに否定する、うん、あの長いことを否定してきました。でもそこは否定する必要がなくなったっていう、ね、この下地が制度として機能した時代というのは現代ではないと思っています。あ、そうですか、今でもやりますけど、うん、やると思いますけど、実際は非常に古典的な技法であるかなと思ってるんで始めたんですけど、実はとても厳しい資格の枠が、はい、私にとっては、ね、大きな規制になってる、はい、けどその規制も若干楽しんでる部分もあって不思議です。前に上にあったギャラリー16に1点だけ出してたのを今回の案内状に使ったんですけど、あれ全然判断がついてなかったんです、16で展示してた間も。けどそこから何ヶ月か経ってなんかだんだん面白く見えてきてる自分にとって、それまで何にも見えてなかったもんがなんかちょっと変わってきてるっていうのは結構重要な経験じゃないかなと思ってるから、もうちょっとこのパネルはやるかもしれません。というのは体力がなくなってきまして、これでも大変なんです。もうこんなんちっちゃい、昔の自分にしたらちっちゃいちっちゃい画面なんで、紙をこの床いっぱい貼り合わせてとかいうのはもうとてもじゃないけどできなくなってきたというのはほんまです、現状です。だからそれするともう翌日寝込んでしまいますから、そういう意味ではこれ作るのはそんな大変なことではないので。でも例えば紙みたいな平地が気にしなくてもいいような、うん、まあ、もうちょっとこう扱える素材になりますので、まあ、それも書いてありますけど、であえてやっぱパネルっていうものに持っていくところに何かあるんですか、その今の意味が、うん、ねこのペーストがこの白味には非常に合って、吸収性がいい感じなんです、はい、薄くしても非常に気持ちよく取ってくれるというのは僕にとって大きい、はい、分かりました、重要なことですね、はい、この2つの作品はなんか僕同じなんか原型があるように思うんですけど、はい、何かやっぱりこう元になる何かがあって違うその行為によって出てきてるんでしょうか。うん、大昔に宇都宮の美術館で展示した作品に、はい、これもバカでっかい絵だったんですけど、森の形っていう絵を描きました。で最近いろんなこうスケッチをメモをイメージメモをしていく中でまたもう一遍その森の形を描いた線がたくさん出てきて、あ、こんなんもしたこんなんもしたって、だからこんなような形をしてるんですけど、それの部分、あ、そうなんですか、はい、何でもよかったんで、そのこれまでにやった、そのスケッチの一つをやってみようと思ったので、うん、2つとも森の形という昔のタイトルをつけました、うん、はいはい、何かを見てというよりも記憶の中にある
ものから、うん、あの記憶の中のドローイング、うん、スケッチの線です。そうですね、これはよく使います。昔からしょっちゅう、あのこの間の16の時にも子供の時に顕微鏡を見ながら、はい、母親に叱られながら描いた、はい、あの観察スケッチみたいなものの気分とか、はい、なんかそういう自分から出てくる線って怖くないですか？面白い僕はどうしても怖くて、ね、わかります、わかります、はい、その怖いという言い方がなかなか意味深ない、うん、なんか信用できないというか怖い、まあ、けどそれは、うん、その態度でしょう、うん、人、うん、自分を信用するかどうかという話になりますから、うん、そうですね、なんかだからそこがね、あの最初に言ったようにこうすごく自然なか自然体でできちゃってるというのは僕には絶対できないなと思って、うんうん、いやあのだからさっき言ったけど昔の線を引いた気分のようなものを参照しながらやってる、うん、ということです、うん、あの決してあのダイレクトに描けるというもんではないし、あのこの素材では線を引くなんてとんでもないんです、うん、指でこんなちょっとずつしか乗っていかないようなものを、うん、ここでやったようにこんな簡単には線が引けない。だからちょっと今線にちょっと魅力を感じてるんで線を引くことを少し繰り返してみようかなとは思ってますけど、それもきっとあの何かの線に依拠すると思う。あ、そうです、うん、そうですよねそうでないと絶対に生まれないですもんね、うんうん、そんなに自分を信用してませんやっぱりじゃあそろそろあの、はい、皆さんありがとうございました。